真剣英は諸葛亮の最後の挑発を見抜いた。彼女の助言により魏軍は五条原の戦いに勝利する。戦後真剣英は父神秘と共に都に戻った。蜀との決戦には勝利したが、まだ乱世の闇は深い。そう思っていた矢先、ずっと共にいた父が倒れてしまう。光がまた一つ消えようとしていた。父上、御所望の諸問題の書物お持ちしましたわ。父上、まさか父上、父上取り乱すでない、剣英よ。気持ちよく御水をむさぼっていたというのに、お前のいつものあれで現実に呼び戻されたわそれはようございました。しかしの、このところの情勢を鑑みるに、義と我が一族の行く末は暗い。それを考え始めると、このままぽっこり行きたくなるわ。まあ、父上でも弱気なことをおっしゃるのですね。ご安心くださいませ。どんなに闇が深かろうとも、いつだってそこには光がありますわ。皆で探せばいいのです、その希望を。ああ、頼んだぞ。父上。